1月30日、共同食品株式会社からの学校給食用食材寄贈式が行われました。この日出席したのは、共同食品株式会社代表取締役社長の奥谷和美さん、管理部部長の三谷智也さん、公益財団法人坂出市学校給食会理事長の中橋隆彦さんです。はじめに代表取締役社長の奥谷和美さんより話がありました。何より共同食品の従業員の念頭の初心として、やはり会社というのは収益性と社会性が大事だと、したがって地域とともに発展していきましょうねというようなことで、今回の食材提供も含めてですね、地域住民と一緒に発展していきたいという思いで、それらの思いでですね、本日もこのことをさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今回寄贈されたのはウィナーソーセージシャウエッセン3400本です。寄贈を受け、有福哲司坂出市長より、子どもたちが喜ぶ給食を追求していくことはまちづくりの一つです、こういった形で提供いただけることを心強く思いますとお礼の言葉が述べられました。去年の2月にですね、第1回目の寄贈させていただいたんですけれども、当社の作っているシャウエッセン、お子様たちが学校給食で食べてお家に帰ってですね、食卓で、今日学校給食にシャウエッセンが出てきたんよという話をお子さんがされたわけですね。で、そうすると当社の従業員の方も社会の方多いですから、あ、それお母さんの会社よとかね、それおばあちゃんの会社よというふうなことで、食卓が盛り上がったというようなことでですね、非常にお子様たちも喜んでいただきましたし、当社の従業員の方も励みになったなというようなことで、ぜひとも今年もやらせていただきたいなというようなことで寄贈をさせていただきました。今回寄贈されたウィンナーソーセージは、2月7日堺出市立の幼小中学校の学校給食でセルフサンドの具材として提供されることになっています。